吉田さん、病院行ってきましたかなんか病院に行くと患者って気持ちがしますね。で、お医者さんなんですけども、最近ではね、経験や知識もとっても大事だと思いますけども、どちらかというと、医療機器を操作する方法を覚えないといけないっていうので、宿泊してるみたいですね。そう、お医者さんって以前は機械がそんなにね、導入されてなかったんで、もうほんと経験の勘みたいな感じで、うん、なんか熟練の人ほどね、 なんかこう、安心できるような、患者を安心させるような、そんな風に見ました。ですんで、まあ、おじいちゃんのね、お医者さんっていうのが、とっても信頼されてたのかもしれませんけども、まあ、最近はね、若いお医者さんで、最新の機械をポンポンポンと使えるよね、医療機器とかに慣れてる人の方が安心かなみたいなね。そんなところもあるんじゃないかなと思います。いや本当なんかこう、テクノロジーの発展のおかげで、 さ裁ける人数も1日あたりねあのお話聞ける患者さんの数も変わってきたと思いますし健康診断とか行くとほんと早いですね私ね最短で1時間半ぐらいで終わるんですよポン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 って流れ作業みたいな感じでね、うん、ちょっとしたオリエンテーションみたいなもんで、うん、病院も楽しいなみたいな感じですけどね、うん、まあ、どの分野もテクノロジーの導入によってそのテクノロジーを使うことを 覚えていかないといけないということになったのかなと思いますね。まあ、その上で経験と関っていうのも当然あの役に立つということなのかなと思いますけどいかがでしょうかね。えー、やっぱりこう IT 最先端最先端に行くのは何も笑われるだけじゃなくてドクターも IT で医療機器最先端かもしれないですね。それじゃあ。